なんかすごい色の雲が見える。そしてなんか空の色がやっぱり尋常じゃない青さやね。もう秋というか雲行きもなんか台風チックなもやもやっとした感じになっています。いや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 、今日も35度7度予報頑張ってやりたいと思います。
て。なんで？なんでいきなりこんな柔らかいね。あ、思ったより大丈夫、よかった。去年ひどかったもん。大丈夫やな。うん、よし、オッケー。じゃあ締めてくろう。あー、長いんだな。くそー。取るか。毎度毎度同じことを繰り返して。でも分装管は開いたってよ。でもね、もうこの状況やとなんか全開でないとダメみたいな。分装管全開しとくとぶつけるし怖いんでな。そうですね。やがせこれっすすすすサングラス落ちた。踏みますよ、踏みますよサングラス。もう一度せせせ。お疲れ様です。まあでも曇っとるしマシ。そうですね、今日は36度、曇っとるしマシと思います。上映すよ。俺が指さしてんだからさ。すいません。曇ってるから楽って。はい、ありがとう。社長疲れてます。疲れるわほら。せーの、よいしょ。よし、前回の反省、後ろが詰まってるだけじゃなくて前も詰まってる時があるのでチェックします。とりあえず株は抜けてないと思うのでちょっと前進して回してみます。午前の休憩に行きます。結構手こずった、3枚しか借りんだし。はい、いっか。一目惚れ検査中です。タンタルは早く出荷してお金にしないと。なんかお昼に雨マークが。休憩後の稲刈り開始です。引っかかりが緩いんじゃねえかという説。
人がいるやん。ちょっと浮いとるやん。ちょっと。同時に開けるの？はい。あたしなくやってみよう。はい。開けてしまったので交換します。クラッチ切って、はい、クラッチ切って外して、で新品よし、でクラッチ入れて、よし、ガッガッチャンガッチャン、よし、つけてベルトかけて、つけて、これでかけるとしよう。したこんなに詰まらすなんて今日はダメな日やわ、ということで、なんかお昼に
雨マークが出てるので、スーパーメカニックがコンバインを回収に来ました。というかもう降ってるし、まあこんだけ晴れとったらいい加減降るよね。参りました。まあこんな日もあろうかということです。昼から枯れたらまた刈ります。で、悲しいお知らせ、コシヒカリになって変えたばっかりの GoPro Max のレンズカバーが気づいてしまいました。ショック。今日はダメな日や。はい、お昼からの稲刈りですけど、雨降りませんでした。もう一回行きます。気持ちリセットして頑張ります。来たら田んぼが硬い今度実は、水回りをいろんな方にお願いしています。さっきの方はとっても水を当てる派ね、しっかり水を当ててくれるので、まあ柔らかかったけど、やっぱり収量はなんかたくさんあったような気がします。でこっちはまあ一般的な、まあ結構硬くする派の水回りの方なんじゃないかなと思いますね。皆さんいろんな方がいますから、まあそれに合わせて稲刈りはすればいいと思っています。しかし午前中は3回詰まったのかな、4回ねえ。最後ハイワラベルトまで煙出してちょっとへこみましたが、まあリセットして午後からはまたね、なんか天気予報が外れて稲刈りができているので御の字だと思います。いやでもなんか雲がね気持ち悪いよね。なんか白山の向こうにもやもやっと来てます。さすがに明日雨かな。林さん家の自然栽培宇宙米の稲だけど、うわ溝切りの跡がたくさんあってすごいです。今年はどうなのかな。今日ね81キロしかなかったからね、せめて120キロぐらいは欲しいよね。どうなってることでしょうか。休憩に行きますけど、風強、台風の影響かな。めっちゃ午後行ってるんですけど、午後の休憩の後の稲刈りです。
相変わらず風強いけど頑張ります。交代してくれました。じゃあ私は撤収します。今日はちょっと午前中大変でした。詰まりまくったしね。さて明日は果たして稲刈りできるでしょうか。じゃああとはスーパーメカニックに任せて帰ります。明日も稲刈りできますように。